ルノーサムスン SM5、SM5、SM5 は韓国の自動車メーカーであるルノーサムスン自動車が製造する上級セダン、韓国車基準でいう中型車である。サムスングループの自動車部門として1994年にサムスン自動車が設立され、その4年後の1998年に同社初の中型車、サムスン SM5 が誕生した。その後、2000年にサムスン自動車はアジア経済危機により経営破綻し、その後フランスルノーの傘下となり会社名もルノーサムスン自動車と改名。以降はルノーサムスン SM5 として生産されている。初代並びに2代目はライセンス生産だが、3代目はルノー=日産アライアンスにのっとり、ルノーとその傘下の日産自動車との共同開発、自社生産である。また、海外市場向けには、ルノーブランドを冠し、2代目は、サフラン、3代目は、ラティチュードを、一部の国においてはサフランを、踏襲として発売される。耐久性の高さと使い勝手の良さゆえ、タクシーとしての需要も多く、各モデルに、タクシー専用仕様、SM5 タクシーの設定あり、ソウルや釜山をはじめとして、各地で比較的頻繁にタクシー仕様を見かることができる。A32 型日産、セフィーロ、一部、マキシマをベースとしており、ボディとドア、エンジン、内装の大半、並びに、プラットフォーム、15インチアルミホイール、エクシモと、同デザインは米車と共用するが、前後のデザインはオリジナルである。セフィーロとは違い、4気筒 SR、エンジンシリーズ 1.8 リットル、2.0 リットルと同 LPG、そして6気筒 VQ、エンジンシリーズ2リットル、2.5 リットルの2種を用意していた。後者は後年 SM7 へと発展する礎を築いた。ちなみに VQ エンジンは3代目に搭載される VQ25 や SM7 に搭載される VQ23、VQ35 も含め、すべて日産自動車いわき工場から輸入であり、両車バンパーグリルパネルなどで内外装が差別化されていた。4気筒シリーズには 5MT も用意されていた。グレード名は BMW を意識してか、全モデルに共通する形式の5と排気量の等2文字を組み合わせたものであり、次期 4.1、800cc エンジンの場合は SM518、次回 4.2、000cc エンジンの場合は SM520、LE、V6.2、500cc エンジンの場合は SM525V といった具合に表記されていた。装備やメカニズムの多くはベース車のセフィーロと共通であったが、リアシートの独立式、ヘッドレストやシートヒーター、セキュリティアラーム、リアカップホルダー、フェンダーマーカー、=サイドウィンカー、フードトップマーク、=ボンネットマスコット、6気筒のみなどセフィーロにはない装備も設定され、カーナビもザナビ製からサムスン電子製、ゆえにセンターパネルにサムスンのロゴが入るに変更されるなど、相違点も少なくなかった。次回4シリーズの 2.0 リットルには、本比較シートなど V6 モデルに採用される上級装備を盛り込んだスペチャーレイプラスの設定もあった。初期にごく少量ではあるが後部ドア部分をストレッチさせ、3リットルの VQ30 でを搭載した SM530 リットルなるものも数台生産された。初期型の SM525V、車体色、シルバーが日本の日産自動車座愛田ごと所内にある記念車庫にて同体保存されている。なお、当代は少量ながら SQ5 の名でチリなど南米にも輸出されていた。セフィーロをベースとした先代とは打って変わり、日産が新たに開発した FFL プラットフォームを採用した J31 型ティアナをベースとしている。ボディシェルもティアナや SM7 と共有するものの、外観は大幅に差別化されている。全幅はサイドモールディングを採用している関係で、ティアナ比で約 20mm 大きい。前期に限れば、フロントグリルのデザインは、ティアナとは異なるが、寸法とネジの位置が全く同じため、互換性がある。他のエクステリアパーツについては、バンパーやライト類は、装着可能。トキングガーニッシュやリアコンビネーションレンズについては、後期も含め、サイズと裏面形状、ボルト位置と厚さが異なるためそのままでは装着できない。また、インテリアについては、ステアリングホイール位置に影響しないパーツ、センターコンソールや化粧パネル、スイッチ類、ステアリングホイールなどについても一部互換性がある。2004年に同じティアナをベースとした VQ エンジン搭載の上級車 SM7 がデビューしたため VQ 搭載モデルは廃止され SR20E エンジンのみの設定とした。SM5 ニューインプレッションと称された新型は新衣装のリアコンビランプ、新造形の前後バンパー、新規格の横長ナンバープレートに対応並びにエンジンフード、ヘッドランプを採用したほか、インテリジェントキーにはドアミラーリトラクト機能を追加し、シートポジションメモリーも新採用した。また、サムスン電子開発の室内空気清浄システム、スーパープラズマイオン、SPE モジュールをオプション設定とした。この SPE モジュールは、空気中の水蒸気を分解することで、活性水素と酸イオンを大量に発生させ、ウイルスや細菌などを除去するというシステムである。この改良を機に、CVTC を採用した新開発エンジン M4R を搭載。同エンジンはラフェスタやブルーバードシルフィなどに搭載されている日産の MR エンジンの系列であり、従来の SR20E と比較すると実に 16kg もの軽量化に成功している。最高出力 143PS で燃費はリッターあたり約 11km と同クラス最高水準を実現。タクシー仕様もマイナーチェンジされ、5MT は廃止されて 4AT のみとなった。これら大幅な改良を施すことにより、SM7 は元よりティアナとの違いをも一層強めた。ベースは初代ティアナから2代目ティアナなどと同じく D プラットフォームを採用する3代目ルノーラグナに変更。ベースのラグナはハッチバックワゴンクーペなど様々なボディが預かられるが、SM5 は韓国国内におけるセダン振興を重視して、歴代同様セダンボディのみとし、リアサスペンションもラグナのトーションビーム式ではなく、2代目や J32 型、2代目、ティアナと同じマルチリンク式を踏襲している。韓国内は元より世界各国において販売されることを従来型以上に前提とした戦略車種のため、開発には約3年の期間と約3600億ウォンの費用が投じられている。国内同セグメントにおいて絶大な支持を受けているヒュンダイソナタ、UF 型を追撃すべく流麗なスタイリングとしているの、今回の特徴。サイドウィンドウに関しては C ピラーの6ライトを廃止、初代に回帰したことで、ソナタとの違いを明確にしている。ボディサイズについては、全幅と全高が増えたものの、全長とホイールベースは逆に短縮された。エンジンは2代目後期で登場した M4R を改良した M4RE イコール CVTCE。障害者仕様は CVTC ルプライを採用。これにジアト個性6速、シーケンシャルモード付きエクストロニック CVT を組み合わせことでスムースな走りを実現。前車にイブド付き ABS、4輪、ディスクブレーキ、LED リアコンビネーションレンズ、爆発の圧力を2段階に調節することが可能なスマートエアバッグ、2ステージエアバッグを標準装備とすることで品質さと安全性を訴求。また、グレードにより AFS 付き排気性能ヘッドランプ、ディスチャージヘッドランプ、G はブラックインナータイプ、インテリジェントスマートカードキーシステ、米、坊主社と共同開発したオーディオシステム、マッサージ機能付き本比較&パワーシート、バックセンサー、オートライトシステム、高速独立温度調整式フルオートエアコン、2代目、ティアナにも採用されている大型ガラスサンルーフ、フロントはアウタースライド可能、QM5 で採用済みの電子式、パーキングブレーキ、EPKB やジョイスティック方式のナビゲーションシステム、スマートアイナビゲーション、TPMS、タイヤ空気圧警告システム、アルミ製ボンネットをも装備することで、利便性と上質感を両立させた。発売からわずか2ヶ月で約4万台を受注し、これは2009年の6960台の約3分の2に相当する。グレード別で見ると、LE が全体の約 40% で、RE が約 26% と続く。外観は SM3 や QM5 と共通のイメージのラジエーターグリルを採用し、バンパー、アルミホイールのデザインも一新。同時にヘッドライトも LED ポジションランプ内蔵型となり、ボンネットも中央部が盛り上がった新デザインのものに変更された。リアについても新デザインのリアコンビネーションレンズを採用するなどの改良が加えられた。また、エンブレムの書体も一新され、SM7 や SM3 と同じものとなった。インテリアについては、インパネデザインに手が加えられた他は特に大きな変更はないが、同年9月にマイナーチェンジした SM3 で初採用されたスマートコネクトを装備、スマートエコマネージメントを開始、スマートフォンを通じて燃費などの車両管理できるようになった。安全装備については、四角範囲において、車両等の情報が入ると LED で知らせる、視覚情報システム、BSW= ブラインドスポットウォーニングシステムや、感知範囲を離れると、自動的にアロックがかかる、オートクロージングシステムを中型車クラスで初採用するとともに、空気圧自動検知システムを全車に標準装備とした。また、従来の 2.5 リットルに採用されていたクルーズコントロールを新たに 2.0 リットルに装備。V6.2 5リットルモデルは廃止され、再び全車 2.0 リットルとなった。141PS 14.1km L のエンジン性能に変更はなし。ただし後期型登場後も V6 モデルのある前期、モデルは12月まで併売された。サイト上では前期がSM5、後期が NewSM5 と区別される。2015年1月5日、発表。昨年9月に登場した SM7 ノバ同様、サブネームにラテン語で新生を意味するノバが付帯される。エクステリアはフロント周りを SM7 と同様、ルノーグループの新デザインアイコン、サイクルオブライフにのっとり、左右のライト管を大型グリルが横断する新デザインとなった。通信システムは従来のスマートコネクトに代わり SM7 にて先行採用されたスマートフォンと車両モニターを Wi-Fi で連結するスマートミラーシステムを採用し、さらに進化した。障害者、使用、レンタカー仕様、タクシー仕様に設定されるルプライ車はガスタンクを従来のボンベ型からコンパクトな円管型、ドートナットタンクに変更したことで、トランク容積を従来比で約 40% 拡大させ、かさばる荷物や車椅子、ベビーカーなどの積載性を向上させている。また、アルミホイールのデザインも17インチ、18インチともに一新されている。基本的なメカニズムに変更はないが、新たに 2.0 リットルガソリン車シリーズは SM5G、1.6 リットルターボエンジン車は G が取れて単に SM5 杖 1.5 リットルディーゼルエンジン車は SM5D で変更はないが、上級グレードは D スペシャルから D プレミアムに変更され、 2.0 リットルのルプライエンジン車は SM5 ルプライ、タクシーは SM5 タクシーとシリーズ別に名乗るようになった。2016年5月、紹介料。SM6 にメインストリームを譲る形で構成を大幅に整理した上で価格を引き下げ、買い得路線に徹する。グレードはガソリン車の SM5 2.0G はクラシック、LPG 車の SM5 2.0 ルプライは高級型と最高級型のみとなった。社名は SM5 に戻り、書体も SM6 と同じものに変更された。2018年3月。発売から20周年を迎えた。2018年5月現在のラインナップは以下。SM5 2.0G、SM5 2.0 ルプイ。社名の SM5 とは S はサムスンあるいはセダンの M はドライブを意味するモートリングのそれぞれの頭文字。5は車格、中型車を意味する。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。